まあなるほどね。あ、3D だ。船長の相馬沖メバル釣り入門編。重りは基本80で、潮早い時105になります。まああんまり寝かかったとかやんないんだけど、やっぱ下よりも浮かしてやった方がいいですよね。重りつかないように浮かしてやった方が結構上かなりも来るんで、やっぱ上狙った方がいいですよね。常にもうそこから3メーター切った数字とか覚えても、そこでもう投入の時もそこで止めちゃった方がいいです。毎回そこ取ってる人は寝掛かりしやすいので。軽いな。知らんのは何ですか。サバの場所。まずは市販の仕掛けいろいろ持ってきた方がいいです。なんだかんだいろいろ作るよ。まあある程度つったら自分で作ったね、仕掛けとかで試したりするのもいいです。まあ基本売ってる市販のサビリでいろいろ試した方がいいです。今枝数何個使ったの？1.5。 1.5？ 1.5 ダメ。切られないもんね。 1.5 は切られない。まあハリスは 1.55 基準ですね。まあ 1.55 で切られても杭 1.55 でやって、あとは2.5に変えたり、その日の杭の状況ですね。バンバン食うような時は2.5でも被害しようとした方がいいですね。あんまりバゲロから関係ないかい。まだ何でも言えない。何とも言えない。バゲの色は関係ない。あまりこだわんなくても大丈夫なような感じしたけどね。針さえ綺麗であれば、あのサバドがかかってヨレヨレになったサビリいつまでも使うより新しく変えた方が悔いはいいですよ。やっぱりヨレてる針さは悔い悪いからね。仕掛け全部上げて、無理無理仕掛けを寄せて上げると魚頭の上でブラブラしてるんで、それが頭の上とかに落っこってくると非常に危ないので、魚見えるまで一回一気に上げて、もう5メーター手前で止めたら竿を一気に起こしてピーライン掴むと簡単にラインは掴めます。でその後手で上げて、仕掛けの一番上の魚から順繰り順繰り手前でゆっくり取っていった
た方がお祭りもしないんで手返しは早いと。十分釣ったね。で、50ぐらいか。はい。釣り方は基本水深 30m でしたらそこから 3m 前後上げて、なぜ重りつかないようにしてやわい竿でそのまま置いてた方がいいです。下手に誘ったりするとかかり悪いですから。仕掛けを離して保つ感で作ってください。まして、これだけメバル釣りだとその一匹のために船思いっきり動かせない。まあ確かに大きいからスピードっていうのも分かってる。随分釣ったろ、お父さん。随分釣ったよ。2杯目でしょ、それ。おろ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 、おっさん満貫だな。丸間沿いは6月からですね。いや、これ見てるだけで楽しいわな。あと今までもついてたんですけども、あの船べりの椅子の脇の
ステンレスパイプは寒い時指先温めるように温水流れてますんで、いろいろそこに指先効きますからいいですよ。ああ早く抱きつけてみようかな。もうイカ来ないとね、イカの道具いっぱい買って揃えてんだけどイカ食いでもう冷凍庫ないんですけど